ケブランリー美術館は、パリ7区、セーヌ川のほとりのケブランリーにある美術館である。ケブランリー美術館とも表記する。ミッテラン時代の1995年より計画が開始され、2006年6月23日に開館した。この美術館は、アフリカ、アジア、オセアニア、南北アメリカの固有の文明、文化、芸術を扱っており、収蔵品は30万点に及ぶ。 この美術館を構想したのは、原始美術の研究者、コレクターで、原始美術についての著書も出版していたジャック・ケルシャシュ、であった。彼が、ルーブル美術館に、原始美術部門を開設させようと運動し新聞にも、その必要を寄稿していた1990年、パリ市長のジャック・シラクと相域統合した。シラクが大統領となると、ルーブル美術館に、 原始美術部門を作る準備を始めさせ、同時に原始美術専門館の建設構想も開始した。シラクはジョルジュ・ポンピド大統領がポンピドセンターを作り、ミッテラン大統領がオペラ・バスティーユなどグランプロジェを推進したように、この計画を強力に推進し、自身の在任中の代表的な文化プロジェクトにしようとした。ガラス張りで色とりどりの箱が突き出たような建物を、 設計したのはジャンヌーベルである。また、熱帯を思わせる美術館周囲の庭園は、ランドスケープアーキテクトのジルクレモンの建物外壁に植物が植えられた生きた壁は美術家、造園家のパトリック・ブランの設計による。所蔵品はヨーロッパ以外の世界の古代から現代に至る美術品、民具、衣服、装飾品などである。 これらはパリの人類博物館にあった民族学資料30万点と国立アフリカオセアニア美術館にあった民族美術コレクション3500点からなる。巨大な内部空間には壁はなく展示品はアフリカアジアオセアニアアメリカ各地域にゾーン分けされている。また写真、映像、音楽、文章など様々なメディアで諸民族の文化を紹介している。 また常設展示以外にも、館内の一部や庭園を使った特別展も開催され、多彩な収蔵品からテーマごとに選ばれた美術品が展示される。ケブランデ美術館建設をめぐっては、多くの反対や論争に直面した。この美術館の元になったコレクションは、人類博物館の研究資料であったものと、国立アフリカオセアニア美術館の美術品であったものだが、こうした、 民族資料を人文科学研究の対象物と見るか、美的観点から展示、干渉するかで両者に対立があった。特に人類博物館は、研究資料が新美術館へ分散してしまうことや、民族資料の扱い方の方針に抵抗し、1999年には職員によるストが起こった。各民族の作ったものは、ケ・ブランリ美術館が主張するように芸術に属する。 ものか、それとも考古学や民族学の資料に属するものか、また、原始美術とは、どのような時代のどのような地域の人々が作るものかといった基本的な問題についての論争も、美術館建設に伴って再燃し、今もなお続いている。また、世界全域の膨大な民族の品物を等しく、展示することは、 スペースの関係上不可能であるが、自国の文化が軽視されているといった不満もある。その他、美術館の建設経緯、基本方針、建設費に対する批判も起こった。住所は37、ケブロリー、ポーテールディビリー、7 5 0 7パリ。ありがとうございます。